歴代法案歴代法案は、琉球王国の外交文書を記録した、漢文資料。1週49巻、2週200巻、3週13巻、目録4巻、別週4巻の全270巻からなるが、現存するのは1週42巻、2週187巻、3週13巻、目録4巻、別週4巻の計250巻である。 琉球王国と中国の名、西王朝や朝鮮のほか、シャム、安南ンン、ジャワ、ソモンコタイラツ、旧マンラツカ、仏ュン順達など、東南アジア諸国との外交文書を修正したもので、名、新二代の対中国関係文書が大半を占める。収録期間は1424年から1867年に、至る443年間に及び、 資料的価値が高い。序文によると、歴代法案は、旧案と呼ばれる、古文書を編集したもので、二部作成されたうちの一部は、王城に、もう一部は、久米村の天秤で保管されていた。王城で保管されていた本は、明治の琉球処分により東京の内務省へ移管され、久米の村元は秘密裏に保管された後、1933年に、沖縄県立図書館へ移管された。 その際に副本が作成されたほか、鎌倉義太郎や、東、女勘順による原本英遠本、台北帝国大学の小畑敦史助教授による写本、東京帝国大学資料編参書による写本が作成されている。東京へ移管された原本は、関東大震災で消失、沖縄県立図書館で保管されていた原本も、第二次世界大戦の沖縄戦で散逸あるいは、 消失した。現在は、副本のほか東女文庫本、鎌倉吉太郎本の陰営本、台湾大学本、東大資料編纂所書の写本等が残されており、1989年には沖縄県歴代法案編集委員会が設置され、これらの英印本や写本を共有して、工程本及び役注本の編集、刊行作業が行われている。また、 1994年から1997年まで、文部省科学研究費補助金重点領域研究、沖縄の歴史情報研究として、歴代法案のデータベースが作成されたほか、沖縄県立図書館、国立国会図書館では、所蔵する影ポ本や写本のデジタルアーカイブが公開されている。ありがとうございます。